M3 チャンネルの湯治物金消し塗装動画シリーズ、今回は丸腰製のデカ消し第5弾、 E 型のスカイマン、赤と黒を基調に今回は原作カラーで色塗りしました。デカ消し第5弾に封入されていたブックレットです。5弾のブックレットはカラー表紙に9人の超人、完成度の高いブックレットなんですが、なぜか今回塗装のスカイマンだけが漏れています。ラインナップにはしっかりあります。カレクックやスペシャルマンなど第20回超人オリンピックの出場超人も何体か入っていました。塗装前の状態です。非常にシンプルな造形の金消し、特に目立った汚れや傷もない良好な保管状態でした。金消し、デカ消しの色塗り前の下処理はおよそこんな感じで進めていきます。煮沸して曲がり癖を直し、表面についたホコリや油分を取る、ベンジン漬けして過塗剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く、乾燥させてミスタースーパークリアーツヤ消しを吹き付けて塗装下地を作る、そして塗装です。色塗りの様子は使ったカラーごとにハイライトで見ていきます。まずは下出るカラーのコントラスト、バシリカヌムグレイです。マスクの装飾、目、その周り、そして下半身、タイツの下地にしています。同じくコントラストのブラッドエンジェルレッド、赤で上塗りする箇所の下地にしました。この辺りは水で希釈しながら薄くして塗っていきました。下出るカラーのコントラストはベース、シェード、ハイライトが一塗りで表現できるカラー、顔料を含むので下地にもなるんで、こんな使い方をしています。下地の3色目は肌のカラー、ファレホのモデルカラー、ベーシックスキントーンです。フレッシュカラーの中で最も一般的で多く使っているカラーです。ファレホはスペイン発の水性アクリル塗料、肌のカラーは何色かでキャラによって塗り分けしながら使っています。ここからは上塗りです。下出るカラーのベース塗料、アバドンブラックです。隠蔽力の強い一般的な黒色、マスクの装飾、下半身はタイツの箇所に塗りました。スカイマンはミル・マスカラスがモチーフになったメキシコ出身の超人、華麗な空中殺法を使うルチャの達人、かつてカレクックと組んで銀河系超人タッグチャンピオンだったこともあるそうです。続いて赤、下出るカラーのメフィストンレッド、ブラッドエンジェルレッドを塗った箇所に上塗りしました。下地が塗ってあったとはいえしっかり色が塗りました。使用した筆は基本は模型用の面相筆、面積の広い箇所はブラシを使って時短させながら色を入れていきました。上塗りで用いた塗料がこちら、塗装にかかった時間は約50分でした。肌の上塗りに下出るカラーのコントラスト、スケルトンフォードを水で溶いて薄めた状態で染め塗り、陰影が出て質感が向上しました。塗装後はソフト救急コーポレーションのボーデーペン、クリアを吹きかけて乾燥させて完成。これがトップコートになります。スカイマンは原作カラーはこのマスクの赤と黒を基調にしたカラーデザイン、そしてアニメカラーは前回塗装した水色、黄緑カラーのものでした。塗装後がこちら、ということで今回は筋肉マンのデカ消し第5弾E 型からスカイマン、原作カラーでペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。
チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。